2021年9月、バングラデシュ、南部コックスバザール県に延々と広がる避難民キャンプ。ここでは、4年前、隣国ミャンマーで発生した大規模な暴力から逃れた70万とも言われる避難民が暮らしています。日赤から赴任しているトマベチ看護師が向かうのは、キャンプ内にある診療所。この診療所は、日本赤十字社が資金や人材を提供し、バングラディッシュ赤新月社と共同で運営されています。受付では手洗いやマスクの着用が促され、体温や血圧などをチェック。ここで感染症疑いがありそうな患者さんを向こうに行って待ってもらいますので。コロナの疑いのある患者と疑いのない患者は分離され、両者が交わらないように区別されています。現在の医療スタッフは日赤から派遣された医師や看護師の指導を受けたバングラデシュ赤新月社の職員が担います。ここがファーマシーで、ただ渡すだけじゃなくて、時にちょっとした教育もしながら、いつ来ても整理されてる。で、在庫管理もきちんと運営できて、医療チームが入って手取り足取りいろいろ指導してきた賜物がとってもいいかな。子どもの皮膚病が悪化したという親子が薬を受け取ります。近所の人が女性患者を手製のカゴで運んできました。母子保健の診察室では産前検診が行われています。診療所のルーツは人道危機の発生直後にまで遡ります。2017年9月、日赤は避難民の流入直後に先遣隊を派遣。すぐにトマベチさんを含む医療チームが到着し、医薬品や機材を手で運びながらキャンプ内を巡回診療しました。口々に食べ物がない、水がない、脱水状況で半分意識が朦朧としているような人とかもいて。12月には竹とビニールシート製の仮設型ですが、避難民にとって待望の診療所が開院します。その直後に発生したジフテリアの流行では、隔離や治療、ワクチン接種などの対応に追われました。2019年にはサイクロンやモンスーンにも耐えられる現在の診療所が完成。日本人スタッフの派遣は避難民の流入直後から2020年3月のバングラディシュのコロナによるロックダウンまでたゆみなく続けられました。こちらは避難民で構成されるコミュニティボランティアの教育。応急処置や衛生、心のケアなどを学び育てることで、逆境の中で自ら立ち上がる力、レジリエンスを向上させようというもの。コロナで大勢の集会が禁止されて以来、1年ぶりの本格的な開催です。久しぶりのトレーニングで生き生きと参加してるなっていう。教育を受けた彼らは毎日各家庭を訪問。電気もテレビもない家庭で情報を伝えています。今日一日の振り返りをしている。ボランティアの取りまとめ役のピアーさん、新型コロナの情報提供にも力を入れています。WHO, don't worry from vaccine. So now day by day, their interest to take vaccine.
ピエアさん自身もこの勉強会で学びました。 Working with Japan team, I learned many things. What to do and how to help the community. And the JRCS team actually so friendly. So it's easy to work with them. こちらはバングラデシュ赤新月社が運営する新型コロナの隔離施設。疑い患者の待機、問診にも感染防護が徹底されています。 PCR 検査もより正確な喉と鼻の2回接種、閑散とした隔離病棟。8月時点ではバングラデシュ国内においてキャンプ内の方が感染が抑えられていました。 The wider infection rate in the camp.It's less than BDRCS and other organization try to awareness in the camp for COVID awareness. So that I think our activity and their immunity all are reason for infection rate is. 支援では心のケアにも力を入れています。こちらは心理社会的支援の施設。心理社会的支援とは、被害で負った心の傷を癒して健康な社会生活を取り戻すためのプログラムです。She can do detailed. Very good, very good. I think she's better than me. こちらは16歳のヌルキダさん。ヌルキダさんが描いたミャンマーで通っていた学校。So maybe you used to train around this school? School とまたし、おなまらつけれた。So yeah. このアッバーキー、マネーベファレキスホ。被害に遭い傷ついた体と心に寄り添うことは簡単なことではありません。4年前人道危機の発生直後から駆けつけた日赤医療チームが知る暴力の真実。The JRCS, maybe the JRCS is fast. Maybe in refugee camp, maybe the medical team is fast. I don't know that. So, and then I meet also the Nuriko-san. So I am very happy to meet them. Many people killed in front of us. And some people also killed and burned the dead body. And rape the ladies, the government.Also, the burn the houses. If we stay there, they will be killed us. So that's why we are trying to come to Bangladesh. Ashi を打たれ、今も障害が残り、家族の行く末を心配する青年。首を切られ、瀕死の重傷を負い、孤児となった少年。日赤の診療所を頼った多くの人々、その傷ついた心を直視してきた4年間。辛い環境にあえて身を置く苫部地看護師。運転が難しいけど同情するっていうのはおこがましいというか、また上から見ている感じがして、うんうん、そういうスタンスの見方は自分はしたくないなと。バングラデシュで続く日赤の支援。苫部地看護師が憧れるのは、当たり前のように人々が助け合う世界です。